王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞ともいわれるこのお祭りを見るため毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後署内から行方をくらましている2名の受刑者について北海道警察は今朝刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて全国に指名手配しました。指名手配されたのは元搭乗会計組員の冴島大我受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、網走刑務所が火災って一体、それに遺体が一人見つかったって、アジトの用意ができました。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり手回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはヤバそうです。ほな、どうやって行く？とりあえず俺が先を行きます。兄貴は少し離れて目立たないように俺の後をついてきてください。分かった。ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。
当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで。まあこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が、こんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。しかしどうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部東条会が裏から手を回してやってることなんでしょうか。どうしました。ちょっと表出るわ。え、こんな状況の時にですか。ああ、ずっとここおってもらちやがい。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や、こういう状況にはある意味慣れとる。2年前もそうやったしな。そうですか。でもどうするんです。北方組の情報でも集めるつもりですか。せやな、北方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことには近づけんしな。そういうことでしたら、バーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと北方組の人間はいるはずです。アンビシャス。はい、その店の奥には昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノへ案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ、でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。ええ、昔のツテで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった、ありがたく使わせてもらうわ。
殴らせろや。手合わせ願おうか。ったく。
いや、あの、いや、ありがとう。あの、なあ、え、おい、この野郎、髪型キモ、消えろ。ごめんなさい。おう、ありがとう。いや、
ねえねえ、あの、悪かったな。ううん、はい。ううん、ちゃう。せや。おい、あ、すみません。え？うん？ん？え？ありがとう。ねえねえ。はい。おい。ん？いえ。ありがとう。
うらせろや。お手合わせ願おうか。痛い目にとわからんか。合わせてやるよ。しゃあないやんか。すぐに何人かよこしてくれ。加勢しに来たぞ。お前ら何負けそうになってんだ。
けたぞ。礼儀がなってねえな。礼儀がしつけてやるよ。いや、しゃあねえ。
うですね。だぞ。はいはい、ちょっといいか。かっこいいね。ムカつく野郎だな。私は豚です。そこの兄ちゃん。あの、いえ、何それ。早く、もう大勢行っちゃう。あれ見て、あれ。この兄ちゃん、兄ちゃんよ、通行料ぐらい払え。
Oh,